らっしゃいませ。ようこそドリームクラブへ。私は猫が好きです。実家で飼っている黒猫は私の大切な家族なんです。一緒に過ごす女の子を指名してくださいね。ご指名は桜花さんですね。かしこまりました。女の子のコスチュームにご指定はありますか？かしこまりました。それではこちらへどうぞ。この前はごめんなさい。突然変なことを言い出してしまって、まだ私の中であの時の答えが出ていないの。答えが出るまで待っていてほしいの。答えが出たら、その時は、いえ、何でもないわ。今日も楽しくお話ししましょうね。ボトルが残っているみたいね。こちらから作るわね。おん。それは買いかぶりね。運動関係は苦手よ。運動不足は私も感じてるから、お店の友達のセイラちゃんに相談したもの。あの時は彼女からマンツーマンでフィットネスを教わったのだけど、途中からセイラちゃん怒り出しちゃって、怒られたわ。そのお詫びの印に胸の大きくなるおまじない教えたわ。そうしたら喜んでくれたわね。かしこまりました。少々お待ちください。お待たせしたわね。
プローチで今度こそ全てを見通すわ。説明をしようとすると余白が狭すぎるわね。冗談よ。さあ頭を出して、名付けてのでのでうらない。君の魂を脳天直撃。本当にドキドキしてるの？君の頭を撫でていると私も心地いいわ。君の魂が美しいから。ただの事実よ。今週の君は良い傾向にあるよね。酔いすぎに注意くらい。もう少ししっかり見たいのだけど、今の私にはこれが限界のようね。見え方にブレがあったのだけど、問題はないと思うわ。ええ、安心して。私にもプライドがあるもの。ええ、すぐに用意するわね。お待たせ。たくさん食べてね。またやりたいわね。あら、もう時間なの？君と話していると早く感じるわね。で、どうするの？ありがとう。まだ話し足りなかったから嬉しいわ。たまたまかしらね。うん、違ったわ。ゆで卵ね。ゆで卵を略したつもりだったのだけど、間違ってしまったわ。お店のちいちゃんね。勘違いしちゃったの？そういえば、君から見てメガネをかけた女子ってどうなの？もしかして私をよく選んでくれるの？
は正直者ね。そういう人は好きよ。おかえりね。今日も君を見られてよかったわ。それではまた一緒にお酒を飲みましょう。星のささやきが聞こえる。今日はまだ返したくない。すぐ着替えてくるから待っていてくれない？すぐ着替えてくるわね。